竹下派の時代からのいろんなものを、うん、一番引き継いでおられた方だと思いますよね、うんうんうん、でやっぱりねなかなかこの世代の方がすごいのは、うん、普通バッジがなくなったら影響力小さくなるもんじゃないですか、うん、そうですね、ずっと持ち続けておられたりする10年以上じゃないですか、うん、青木さん森喜朗さんはずっとやっぱりなんかチラ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 影が、そうですね、でそれがまあある種の自民党の強さでもあるし、うん、まあ、派閥の強さでもあるかもしれない、うん、あの派閥もやっぱりあの例えば、まあ、経世界とかはずっと続いてるじゃないですか、うんうん、でまあ、平成権になってっていうことも含めてずっと続いてるのはやっぱそういう人がいたからっていう面はあると思います、ね、うん、どうなんですか、でも一有権者からすると、はいはい、いやどうなのそういうのってバッチ、うん、だって国民の審判を仰いでない人が政界に影響力を持つって、うん、健全じゃないんじゃないのって思っちゃうんですけど、うん、そういうものもないんですかね、うん、まあね難しいな、だから